お待たせ。もうみんな揃ってるのか。あとはクラインさんとシノンさんがもうすぐ来るって。お二人でアインクラッドの新しいフィールドの情報を集めているみたいです。新フィールドに向かう道が見つかったんでしょ。やっぱり気になっちゃいますよね。みんなテンション上がってるわね。ま、私もだけど。 ちょうど二人が来たみたいよ。おう、俺たちで最後みたいだな。お待たせ。いろいろ情報を集めてきたわよ。それじゃあ早速アインクラッドの新フィールドについて話していこうか。場所は前に私たちが攻略した闘技場フィールドよりも一つ下の層になるみたい。 火山と城塞で構成されているところらしいわ。城塞か。貴重なお宝が眠っているかもしれないね。下の層ってことは迷宮湖を下っていくの。いや、何でも闘技場フィールドの崩れた場所から降りていける道があるって話だ。中途半端に作られたアインクラッドだから そんな風になっちまってるんだろうな。でもよ、下の層ってことはモンスターのレベルも低くなるんじゃねえか。俺もそう思ったんだけど、どうやら違うらしい。本来アインクラッドは最下層である第1層から順に上へ進むことを想定してバランスが調整されています。ですがオリジンのアインクラッドは至る箇所が未完成の状態です。 そのため、プレイヤーが活動できる場所から広がるように難易度が調整されているんです。カーディナルが自動的にバランス調整をしたんだろうね。場所は下の層でもあくまで次のステージってことか。あとは細かい情報がいくつかあるけど、 直接行ってみた方が説明するよりいいと思う。百聞は一見にしかずだね。話を聞いてたら早く新しいフィールドに行きたくなっちゃった。ああ、待って、伝えておきたい情報がもう一つ。今から行く新しいフィールドでも例の NPC が目撃されたみたいよ。闘技場で見かけた仮面をつけた NPC か。相変わらずそれ以上の情報はないんだけどね。私たちも攻略を進めていけば 見かけるかもしれないね。あれがただのクエスト NPC なのか、それとも重要な役割を持つ NPC なのか気になるわね。まあその NPC のことは気にしつつ、俺たちが会いたいのはプレミアと双子のティアだ。最後に別れたのがアインクラッド内だから今もそのどこかにいるかもしれない。出会えるでしょうか。 プレミアや俺たちが会いたいって思い続けている限り、出会える可能性は十分にあるよ。可能性、そうですね。それじゃみんな、新フィールドの攻略を進めよう。 どうするかな。
Thank you.
Chance!
最高だ。え、わかったわ。